金の紬者、作品 109B197 は、アントニン・ド・ボルザークが1896年1月から4月にかけて作曲した、公共詩。本作は、カレルやロミール・エルベンの詩集、花束に収められた同盟の作品に霊感を受けて、書かれた。反抗会の初演は1896年6月3日に、プラハ音楽院において、アントニー・イン・ベネビッツの式で行われた。 公開書演は1896年10月26日、ロンドンでハンス・リヒターが指揮棒を握った。ドボルザークの娘と結婚したヨゼフ・スークは本作の短縮版を制作している。この短縮版はバーツラフ・ターリヒやズゲニエク・ハラバララの残した録音で聴くことができる。現在は全曲版で演奏されるのが一般的となっている。王は城を出て狩りのために 森の中を馬で進んでいる。獲物を追うのに疲れた王は寂しい小屋の戸をノックし、水をもらえるように頼む。応じて現れた若く素朴な百姓の娘、ドルニチカは紡ぎ車を回す手を止め、王に水を差し出す。恋に落ちた王は心の内を彼女に告白するが、ドルニチカはママ母が町から帰ってくるのを待っているのだと告げる。翌日、 再び馬を買って小屋を訪れた王は、彼女の醜いママ母に、彼女を自分の城に連れてくるように言う。ママ母と義姉妹がドルニチカと共に城へ向かって出発する。ところが、道の途中で彼女らはドルニチカを殺害、足と手を叩き切って目をくり抜き、それらを密かに城へと持ち込む。王は迎えに出るがドルニチカのふりをした義姉妹と結婚。 続いて王は戦いに出ていく。その頃、森の中では、一人の老いた魔法使いがドルニチカの遺体を見つけ、彼女を生き返らせることにする。彼は三度にわたり、故障を城へ送り、義姉妹を説得して、金の紡む騎者の代わりに二本の足を、金の糸巻き棒の代わりに二本の手を、金のつむの代わりに二つの目を手放させる。 故障の持ち帰った部位と魔法使いの魔法の水によって、ドルニチカの体は元通りとなり、彼女を蘇生させた魔法使いは姿を消す。王が戦いから帰還して、偽りの火と再会を果たすが、王の頼みで火が回し始めた金の継ぐ技者は、身の毛もよだつ、ドルニチカ殺害の詳細を語り始め、王が騙されていたことが明かされる。森へ出て行った王は、ドルニチカと再会を果たす。 王を欺いたママ母と、義子妹は、狼の餌食となり、金のつむぎ者は消えてしまう。約26分。ピッコロ、フルートに、オーボエに、コーラングレ、クラリネットに、ファゴットに、コントラファゴット、フォルン4、トランペットに、トロンボーン3、チューバ、ティンパに、オーダイコ、シンバル、トライアングル、ハープ、弦ゴ部。自由な論の形式で書かれている。 まず三連符のリズムに乗って、起乗する王の主題が聞こえてくる。この主題はこのままの形でも再現されるほか、変装の形では、曲の至るところで聞くことになる。フレイ一小屋を訪ねた王に対し、イ町長のバイオリンのソロで表されるドルニチカが、応じる。フレイに王は愛を告白し、大きく盛り上がる。次の場面では再び小屋を訪れた王が娘をしろえ、連れてくるように言うが、 二つのファゴットがそうする王の主題の変装によるまま母には別の考えがあった。曲は、モルトビバーチェーと速度を上げ、急速な路単調の展開により、ドルニチカへの残酷な仕打ちが描写される。フレーさん続いて王が堂々一行を迎えに出るが、義志妹とをドルニチカと取り違え、王の主題の変形を用いたポルカで、婚姻の縁が進む。曲は、愛の場面を描いて、 大きく盛り上がり、やがて王は、フレイ1を奏するホルンとトランペットの音色とともに、戦い出発する。金管楽器のコラールで新たに奏される主題が、魔法使いの男を表す。フレイ4男の試みの結果、金の紡ぎ者と引き換えに持ち去られた体を取り戻し、やがて、ドルニチカが息を吹き返して、バイオリンソロにより、フレイ2が再現される。フレイ1により、 王の戦からの外戦が告げられ、婚礼の音楽も用いられて、偽りの人の再会が描写される。しかし、回された紡ぎ者により、フレーサを含む殺戮の場面が語られ始め、ママ母とギシーによる計略が明らかにされる。真実を知った王は、ドルニチカと再会を果たし、二人により、愛の主題がクライマックスを形成する。最後は、 フレイ一の王の主題がドルに近を表す。イチョウチョウで奏でられ、喜びのうちに華々しく閉じられる。ママ母と義姉妹が狼に食われてしまう箇所は、公共史では省略されている。ありがとうございます。